皆さんこんにちは、山口真由です。今までですね、私は散々7回読みっていう本を書いてきて、7回読むんですっていうのを繰り返しお話してきたんですけれども、実は7回も読めないっていう方が多くいらっしゃるんですよね。1回目と3回目で読み方は違うの、7回読めない人は3回でもいいの、いろんな疑問をいただきました。そこで今回はその疑問に細かく答えようということで、7回読みの具体的な方法をいろいろ書いてみました。例えば7回読むときに本をどういうふうに持って、どういう姿勢で読むか。私実は7回読みっていうのは縦膝をついてこう読んじゃうんですよね。でちょっとお恥ずかしい癖なんですけれども、こんな楽な姿勢で読めばいいんだよっていうことを、実際のですね、私がこう縦膝をついたりしている図も交えながらこうお見せしています。さらに1回目、2回目、3回目どう読み方が変わっていくのかっていうのを、目線の動きとかそういう細かいところも含めて書いています。7回読みっていうのは学生だけって思われる方、受験勉強の時に使うんでしょって思われる方いらっしゃると思いますが、実は私今でも7回読みしているんですよ。例えばいろんな資料を読む時、1回じゃわからないっていう資料を7回読むとスラスラプレゼンテーションできるようになりますし、さらに資格試験なんかにもこの7回読み勉強法っていうのは最適だと思います。そういう意味でそういう方法も含めてこの本にはいろいろなことを書いています。この本ではですね、私が勉強をそもそも始めたきっかけっていうのもお話しています。勉強をそもそも始めたのは昔見たドラマ官僚たちの夏っていうので、あ、官僚ってすごいかっこいいなっていうところから始まったんですね。そして父に、私官僚になりたいって言ったら父がこう言ったんです。官僚になれるのって、その例えば財務省だったら1年間に20人ぐらいしか取らない、21人ってその時言われたんですけど、21人しか取らないって、その21人の中に入るんだっていうところから始まって、そこから抽象的な夢が具体的な目標になっていったんです。でそれを実現するために勉強してきた、それが私のその勉強を始めたきっかけだったので、そういうこうモチベーションを持ち始めたきっかけっていうのにもこの本では触れています。今回は初めて理系科目にも挑戦しています。7回読みっていうとどうしても社会とかそういう文系科目のイメージが湧くと思うんですけれども、一番7回読みから遠いところにある数学、これにも注目して7回読みをどうやって応用するかっていう話をしています。この本を読めば7回読みっていうのが絶対に具体的にできるようになりますし、さらにこの7回読みを数学とか英語とかにも応用できるようになると思います。皆さんぜひ読んでいただければと思います。